皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は体験会が制約しない人、申し込みが決まらない人の特徴とはということについてお話をしたいと思います。こちらの話をなぜしようかと思ったかというとですね、私がコンサルをさせていただいているクライアントの方っていうのは、教室の先生が多いわけですよね。何年かやられてる方とかも多いですし、その方々に合わせて持っている課題が違うんですね。経営課題として数字の部分がネックになっている方もいらっしゃいますし、集客そのものがまだ全然できてない方もいらっしゃるし、集客はできているけれども制約ができてない人、いろいろ段階が様々あるんですね。で、今日この話をしようと思ったっていうのは、私が本を書いたっていうこともあってですね、集客はできるけど制約はできない人っていうのはどういうことになってしまうかっていうと、10人例えば体験会に来たとしても0人要は制約しないということになったとしたら、体験会はしなかったことと同じになるっていうことなんですよね。営業的な考え方でいうと、それなりに収穫とかあるんですよ。あるんだけれども、数字としてお金が入金されないっていうのは、営業職でしたからね。私営業的な観点から言うと何も貢献していないという評価になってしまいます。会社的には、いや私すごく努力したしみんなも喜んでくれましたっていうのは、会社的には基本認められない話ですね。特に営業職だったら数字出してなんぼっていうところになりますからね。ですからそれは教室だったとしても似たような考え方になるので、売上高よりも収益高の方を私は、重視するので、指導方針もそういった方針になっていきます。ということは集客はもちろんできた方がいいんだけど、制約率が悪い人は絶対的に集客が無駄になってしまうので、そこを改善することを、一番最初に着手するケースがあるんですね。で、本を書いてる線もあってっていうのは、そういうことです。制約をどうしたらいいのかっていうことも当然クライアントが私に相談する相談内容の一個に入ってくるんですね。で、その中の、体験会が制約しない人ですね、申し込みが決まらない人、何人か話をここのとこ特に立て続けに聞いてる線もあって、特徴が見えてきたんです。で、その特徴を今日はお話をしようと思います。先ほどお話ししたようにですね、私は営業職だったんです。会社だった時にはしかも割と制約率が高く売上高も高いタイプの営業マンでした。で、自分では無意識でやって、もちろん制約するためにどうしたらいいのかっていうのは顧客心理とか、いろんなそういう心理学みたいなのも当然学んだりとかですね、実際にどういうふうにしていけばお客さんが喜ぶんだろうっていう、顧客マインドによった形での提案とかいろいろやるべきことはやってます。で、それがある程度普通にできちゃっていたので、できてない人と対峙した時、要は今私のクライアントさんで制約できてない人と話をした時にある特徴が分かった。じゃあ、先にね、その特徴を結論から申し上げますね。その特徴っていうのは、自分のフィルターがかかってしまっていて、ネガティブな未来を先に作っているという、これ特徴です。はい、ちょっと抽象的だから分かりにくいと思うので、今からそれを具体的にどういうことだったかっていうのを、その方の事例を通してお話をします。で、このお話っていうのはその方だけの話ではなくてですね、何人も最近やってる方が同じようなことを私言ってしまっているので、多分教室の先生とか、そういった女性起業家全般なのかもしれないですけれども、その考え方を変えるだけでですね、随分制約率が上がるはずなんですよ。で、それをお話ししたいと思います。まずですね、今回制約率、要は体験会が最近決まりにくいと、特に商品を新しく変えたせいもあってですね、手応え感がつかめない。前の商品だったらなんとなくこの人は買ってくれそうだとか分かるんですけど、その新商品の方になってから全然分からなくなったということで、今度の方たちを、なんとか入ってもらう方向にしたいので、どうしたらいいのかアドバイスが欲しいというのが、ことの始まりだったんですね。
まあ体験会からの制約っていうテーマだったんですけど、でじゃあ今あの申し込みが入ってる人がどういうあの感じに見えてるか、要はまだ会ってないわけですよね。ウェブネットで集客しただけですから、まあ、3人いらっしゃるということで、その事前調査もうここも結構大事なんですけれども、事前で今回の体験会あのなぜ参加しようと思ったのかっていう、まあ、普通のパンの先生なんですけどね、講師養成講座の方の募集をかけていて、で、まあ、なぜそれに体験会申し込んだのかっていうのを聞く欄があってですね、そこに書いてくださった内容から彼女が感じたものにおいて私に質問が来た。1人目の方は、おそらく遠方だから、来ないような気がしているんですと言われました。遠方だから、なのでその人をどうやったら制約、要は来てもらえるようにしたらいいのかっていうのがまず1個目ですね。で2つ目、会社員から、まあ先生になりたいということで考えてらっしゃる会社員の方いらっしゃるんですけど、平日は来れない感じ、彼女の教室は平日がメイン の講座なんですけどね、週末を希望されている。で週末って言われると、まあ、平日の講座なので来れないと思うんですけれども、この人を制約するにはどうしたらいいのかみたいな感じですね。でまあ3人目はご本人曰くまあパン教室を開きたいのでまあ、期待ですみたいな感じで書いてあったから、この人は決まるだろうみたいな、まあ、そういう見立てだったんですよね。ただ私それを聞いた時に違和感があったのが、まあ情報量が少ないっていうのももちろんなんですけどね、なぜその最初の2人が決まらないと思ったかっていう、そこを知りたかったんですよ。遠方だからっていうのと、会社員だから週末しかないっていうことが、まあ、彼女にとってはきっとネックになってる話だったと思うんですけどね、なんか違うなとか思って、なぜそういうふうに考えるんですかっていうお話をしたんですよ。情報が少なすぎて答えようがないんだけれども、それでもなぜそう思ったかを知りたいって彼女に私が言ったんです。一人目の人ではなぜ遠方だからその人は来ないと思ったのかですね。体験会に申し込んでるのにですよ、その方が。で遠方だと思ったっていうのは、その人私遠方なんですよってなんかどっかにコメントとか書いてあったんですかとか言ったら、いやそういうことはないです。じゃあなんで遠方って思ったのって言ったら、いや住所が遠かったからと彼女が言ったんです。この会話を聞いていて勘のいい人ならあれって思ったはずなんですよね。この会話ちょっとおかしくないですか？わかんない人はきっとわかんないでしょうけどね。じゃあ答え言いますね。その方は遠いんですけどちょっと考えたいって言ってたとしたら、遠いってことが本人にネックになってるっていうことがすでに分かってます。だけれどもその方はその体験会に臨むにあたってのコメント欄には一切そういうことは書いてなかったんですよ。これこれこういうふうに思ってて、こうで丸々先生のそれを聞いたら自分が前に進めそうな気がしたみたいなことが書いてあったんです。どこにも遠いっていう言葉は一言も出てきてないんですよね。でそれはだから私がおかしいなと思ったんで、ちょっとそのコメント欄のとこだけ全文見せてもらっていいですかっていうお話をしました。そしたらね、そんなことが書いてあったんです。どこにもそんな本人が思うネガティブな要素が書いてないんですよね。これってもしかしてその人の住所を見て自分で判断したって言いました。そうですって言って、で住所、まあ例えばね、あまり特定できるようなあれは言いませんけれども、まあ、東京で言うと、まあ、東京都と神奈川ぐらいの感じです。距離的にはおそらく1時間とか1時間半以内かな。でそれを遠いというふうに理解したのは本人の価値観なんですよね。私なんか別にそれは遠いと考えないんですよ。別に飛行機でも日帰りとか普通にしてた人なので、出張ベースだったらです。
だけれども例えば人気のカリスマの先生のところに集う生徒さんと私話したことありますけど、例えば北海道からとか例えば沖縄からとか3時間とか4時間かけてもその教室に通ってる人の話を聞いているので、距離を決めてそこに距離をどう考えるのか、その通いたい本人が決めることであって受け入れ側が決めることではないんですよね。だから遠いからちょっと通うの躊躇してますと初めて本人の口から言われたら、じゃあその遠さを解消する何か方法があるのか、例えばオンライン講座と併用するのかとかね、まあそういう方法をその後を提案してあげればいいだけであって、情報として何も書かれていないことを先回りして自分が憂慮してかつそれに対して決まらないと思うから対策が知りたいって言ってること自体ですでに決まらないことが約束されてる感じなんですよ、私からするとですね。その申し込みの言葉そのものには全然ネガティブ要素が入ってなかったからなんです。で、私がその方をもし普通に対面接客するのであれば、体験会場でその方が本当に欲しがっていることは何なのか、本当に知りたいことは何なのかっていうのを日常会話の中から引き出しながら、欲しい答えを持って帰ってもらえるように 120% ないし 150% の満足をゴールにする体験会にしていく予定なんですよね。だから事前情報はね少ないのはまあしょうがないんですよ、そんなにねほりはほり聞けないから。ただ自分の価値観で、相手の状態を決めないっていうことです。それはお金に関してもそうです。この人はお金を持ってなさそうだから決まらないっていうのはなぜあなたが判断するのですかと私はよく言います。言葉はね若干悪いですけど、じゃあちょっと身なりがいまいちでとかね、そういうちょっとこういかにもセレブみたいな感じじゃない人がいたとするじゃないですか。だけどお金をどこに持ってるかなんて誰にもわからなくて、家に現金が金庫の中に1000万とか2000万ある人だっているわけですよね、銀行に預けてないけど。身なりは質素だけれども旅行とかには100万200万使う人とかだっているわけだし、食費に500円しかかけなくても、例えば自分の趣味のモーターバイクとかね、男性とかだったら自転車とかに1台100万とか150万とかパーツとかどんどん乗っけていくと200万とかかける人だっています。っていう感じでですね、何にお金をかけるかっていうのはその人のライフスタイルであり価値観なので、自分の価値観で相手のことを推し量らないということです。だから遠いから決まらないような気がするので決めるための方法を教えてくださいっていうのが彼女の質問の内容だったんですけれども、それを私に質問してくる時点ですでに決まらない未来を自分で決めているので決まらないよねっていうことを言いました。ちょっと回文みたいであれですけどね、要は遠いから決まらないっていう未来を自分が設定してるんですね。だからそういう色眼鏡フィルターでそのお客さんのことを見る羽目になるので、他にお客様がとても大事な情報ですね、なぜそこに通いたいと思ったのか、なぜそう感じたのかっていうことを聞こうというフィルターがですね曇ってしまって、この人断ったのはきっと遠いからだっていう、こう的外れな自分を納得させてしまう答えに落ち着いてしまう可能性があるので、次に似たような案件があってもその人やっぱり決まらないはずなんですよ。なぜならば書いてもいない情報で自分が勝手にネガティブに反応することに未来を決めてしまっているからです。遠方かどうかは自分が決めることじゃなくて、お客様が決めることだというふうに思えば、ニュートラルにただただその方の問題解決ですね、今ここでは言わないんですけれども、その文章の中には本人が欲しい答えが書いてあったんです。で、私はそれを読んだ瞬間に分かってます。だからこの人の場合にはそれをポイントに当日こんな話題振ってみようかなとか、もうちょっとこれ聞いとこうかなとかいう、もう質問事項がその5行ぐらいの文章なんですけどね、読んだ段階で5個から10個は思い浮かびました。だからそれをどういうふうにやんわり聞いていこうかなを当日考えるぐらいですね。課題が見えたからです。だからそちらの方にフォーカスをしないで自分が勝手に決めた前提条件で判断をすると話を持っていく方向が変わってしまうっていうのがあったんです。
で、それがね、まず一人目です。で、もう一人目が、会社員で、まあ、先生になりたいからっていうことで、まあ、週末しか来れないのに、平日の体験会なんです、それは。で、そこを、しかも休みを取って伺いますって書いてあるんですね。うん。で、この人は、会社員で平日来れないから決まらない気がするっていうのが彼女の答え。じゃあどうするのかっていう話なんですけど、これもですね、すでに1日多分有給かなんか取ってきてるんですよね。だから本気度がすごく高いと私は判断しています。で、確かに現状は平日通えないのかもしれないんですけど、本当に通えないかどうかは本人が決めることなんですよね。例えば有給1日毎月1日取れる会社っていうのがどれぐらいあるかは知りません。知らないけれども、例えば6ヶ月間とかね、何ヶ月間とかだけは会社に言うことがもしできるならば、例えば1日だけちょっと有給は使わせてください、第3何曜日とかってね、それをあらかじめ上司と話すことができる会社の環境と本人の立場ですね、しっかり仕事をやる、有給取っても全然大丈夫っていうタイプの立場の人だったら、それだってあり得るわけだし、じゃあ本当にそれでも通いたいと思ってるのに、平日しかダメっていうことだった時に、じゃあその人がね、週末自分が開講できるかを考えればいいわけですよね。家族がいるから開講できないとか、あとはそうですね、連続する大型休暇、例えば日本の暦でいうとゴールデンウィークとか、あとはお盆とか、あとは年末年始、このあたり大きいですよね、連休的に。そうするとそこに短期集中講座とかを組めないのか当然考えますよね、そういう人向けで。で、それで学んでその後どう開講するかは本人が、会社辞めるかどうにかするか本人が決めることなので、習いたい、その知識を知っておきたいっていうことに対して、その人をと例えばどうにかしてあげたいんだったら、自分がどこまで答えられるかっていうのと、その人の条件と状況をですね、細かくすり合わせをしないと提案ができないんですよ、結局結局。じゃあこの人のことはどう考えたらいいのかって言ったら、当日に本当に望むことですね。曜日が本当にネックになってるのか、その講座に何のために来たいのかっていうことを、まあ、さっきの方も含めてなんですけどね、それを、非常に細かく多分聞いていきます。だから体験会っていうのはもちろん体験する会でもあるんですけれども、まあ、こちらもその方が本当に通いたいと思っていることをバックアップできるかっていうのを見極める、まあ、お見合いみたいなもんですよね。お見合いみたいなもんで、機会でもあるし、向こうが、まあ、こちらを 見ていくっていう、そういう機会でもあるので、そこはね、対等なんですよ。だから勘違いしていただいては困るのが、断られたことが人格否定に感じてしまうタイプの先生が非常に多いということです。相性がありますのでね、先生と生徒さん、当然私も、私っていうコンサルタントと相性の合う人しか選ばなくていいと思っているので、相性が合わない人と無理くり、例えば制約っていうね、技でできるんですよ。技でできるんだけど、その先考えるとお互いに不幸です。心理操作をすることもできます。だけれども、それをしてだから何って感じなんですよ私は。後々良くない。本当のちゃんとした信頼関係においてお互いがいいね、やりましょうっていう状態になったら初めて制約すればいいと思っているので、取り急ぎはその人が解決したい課題ですね。そこに対して答えを言ってってあげると、向こうが信頼すれば勝手に申し込み入るので、諸条件はあちらの方が決めることです。金額が足りないとか、お金がつらいとか、距離がとか、日程がとかっていう、断り文句として非常によくある三大要素ですよ。だけどそれを言われたからって傷つくこともないし、あ、そうなんですねっていうことで受け取れればいいし、自分が努力できるところで提案できることはしてあげればよくって、その方と一緒にやっていきたい、仕事していきたいというか、教えていきたいと思うのであればです。ちょっとシュールな余談を言いますけれども、営業ができる人って制約もできるけど、制約させない方向に流れを持っていくこともできます。だから自分でお客さん選べるんですね。そうするとストレスのたまるお客さんとは契約をしないっていうふうに決めて、すごくこちらを向いてくれるいいお客様
ですね、お互いに信頼関係が保てるお客様とだけ契約しようっていうふうにすることができるので、ストレスがなく、だからさらに仕事が循環してうまくいくわけなんですけど、だから契約しないように持っていくこともできるんです。契約できるタイプの人って、だからそれは自分自身がどういう立ち位置でっていうことが分かっているということと、あとお客様に対しての見え方ですね、フィルターをかけないっていうことですね。フラットにその人が本質的に欲しがっているものを提供する、そのための質問をしていくっていうことが必要になるので、よくよく勘違いされるんですけれども、コンサルタントとか、まあ、そういう人、まあ、先生と呼ばれる人はそうなんでしょうけど、知識をこう一方的に与えるみたいな人が権威性があってすごい人みたいに思われているのですけれども、これちょっと大きな勘違いで、生徒さんの気持ちとかクライアントの気持ちを どれだけ汲み取ることができるか、まあ私は質問力っていうふうに言ってるんですけれども、その質問の仕方が上手じゃないと本当に欲しい答えが返ってこないので、質問が上手にできる人は、まあ、生徒さんにもすごく好かれるし、欲しい答えをその後言ってあげればいいだけなので、まあその人に喋らせるということがどちらかっていうと必要になります。でその時にネックになるのが、その方とねお話ししてもう一個分かったんですけれども、情報が少なすぎるっていうことで、私が言った時にね、でそういうのが決まりにくいからっていうのを言った時に、人に対して興味を持たなさすぎっていうことを言ったんですね。要はその人が根本的に何を欲しがっていてっていうのは、興味を持たないとその先の質問がないんですね。で人っていうのはそのストーカーのように根掘り葉掘り聞かれるのはうざいっていうことにはなるんですけど、自分に対して、そうなんだ、そういうあれなんですねとか、まあ、だから同郷の人とか勝手に仲良くなりますよね。横浜って言うと横浜とか言う、ね、そういう感じです。大阪にいるのになぜか横浜の人と会うと嬉しいみたいなね。大阪とかそんなにアウェー感感じないですけどね、大阪ですからね。そういう同郷の人とか、じゃあ私は例えばカメラとかもやりますけれども、カメラが趣味でっていうと、なんかそれだけで急に親しくなるみたいな、そういう共通の話題を見つけられることに対してこう喜びを感じたりするのが人間という性質だったりしますのでね、その取っかかりとか見つけるためには、その人ってどういう考え方をして何に興味を持ってとかっていうのを、その自分の講座ばっかり説明しようとか思うよりもですね、その方自身のパーソナリティに興味を持って質問を繰り返していく方が、案外講座の説明なんかしなくても決まっちゃうこととかあります。雑談だけして決まる商談なんて山ほどありましたよ。雑談って言っても、まあ、本当の雑談じゃないですけどね。要は人間が絡んでくる商売っていうのは、結果として対人間と対人間なので、それありきでその事象が入ってくる、その積み上げの知識とかノウハウが入ってくるっていう感覚になるので、それなくしては決まらないんですね。だから自分がいくらその講座の良さを説明しようとも、メリットを説明しようとも、心が響かなくてしらーっとなってしまうのが、本質的にその人が欲しいことを捉えて、それに合った適切な答えを伝えながら体験会をしていないからっていうのが答えです。だからもうちょっと人に興味持ってねっていうことを言いましたね。営業職的な私としては。そしてなぜそんなにネガティブスパイラルに入るのかっていう話とかもね、私はだって全然その文章を読んで、あ、この2人は決まるよねって思ったぐらいですからね。逆に言うと、もしかしてその最後の1人、まあネパン教室開きたいと思ってぐらいな、1行しか書いてない人、この人の方がむしろ私は決まらないとか思ったぐらいです。彼女は決まると思ったみたいですけどね。思いがたくさんこうある方って書いてくるんですよ、すごく。だからそれがないっていうことは、なんかライトな感じでとりあえず見とこうかなみたいな感じなのかなとか判断したりとかしました。なのでこれはでも会ってみないとまたわからないです。だからどのみち体験会の中でどれだけの情報を得て、その中で自分がどうしていきたいかっていうのを流動的に考えなくてはいけないので、前提条件が情報が少なすぎるとですね、落とし込みというか持っていく方向性の話し方がね、誤ってしまうことがあります。なので彼女に伝えたのは、遠方とか休みが合わないとか、それは自分が決めることではなく、あちらが言ったら初めて考えてくださいっていうことを伝えました。
いや、断る理由でよく言われるから。っていうのも、断る理由でを、要はそういうふうに言われたのが本質じゃないっていうことを自分が認めるのが嫌だと、そういう結果になりますね。本当はあなたが、ちょっときついこと言いますけど、あなたが好かれてないから断られた可能性があるということだってあるわけですよ。遠方だからとか、時間が合わないから。あとはその距離とかお金とか時間を乗り越えられないほど講座が魅力的じゃなかったかとか、そこはですね、あと単純に相性が合わなかったか っていうことがあるので、本当にそれが本質なのかどうなのかっていうのは、質問の中からやっぱり見極めていくしかないんですよね。だからそこで傷つきたくないからそういう理由だったんだっていうふうに深掘りしないケースとかもあるので、そこから目を背けないっていうことが必要になったりします。なので、もともと自分に自信がないのでそういうふうに考えるのではないかっていう話をした時に、深く掘っていくと、お迎えするね、自宅が古いしとか、そんな話してました。駅から遠いしって。であればそれが自分のコンプレックスになってね、こう歪んだ方向で決まんない方向に考えていってしまうのであれば、もっと高い単価でちゃんと稼ぐと決めて、駅前の綺麗なキッチンスタジオで借りてやればいいっていうことになったりするんですよ。だから、いや、それは子供見ながらだからできませんとかね、言うんだったら、ある場所でやるしかないんですよ。ある場所でやるしかないことを、じゃあどこまでできるのか。ね、じゃあ本当にその狭くてなんとかでっていうんだったら、自宅の改装できるんですかとか、そういう話ですよね。200万300万あればできるのかとか、だからある状況はある状況で受け入れないといけなくて、それは千差万別なので、皆さんの環境が違うから。なのでそこを言っても仕方がないから、それはそれと理解した上で、それ以上に引きつけられる魅力を作れないかとか、満足してもらえるのを作れないか、サービスの方でもう転化するしかないんですよ。ハードの方が上手に作れない環境だった場合には。だから頭使わないとダメなんです。なので、10年以上とか過ぎている先生の特徴で、口コミでやってきた人とかが割とこういう思考をする人が多いですね。新規を取るっていうことをやってこなかったので、誰かの紹介で当たり前のように人が来る。昔は教室が少なかったから、ちょっとブログを書いたら勝手に人が集まるみたいな、楽な集客をしてしまっていると、その裏の本質にあるお客様の要望とか、どうあったら繰り返し通ってくれるんだろうってことを考えなくても、普通に集客できちゃってたりすると、逆にそういう時に困りますね。自分が何を改善したらいいかわからない場合が多いからです。なので、体験会のね、制約しにくい人っていう特徴は、そもそも前提が決まらないことを前提に自分が想像しちゃってる場合が多いっていう件が1点です。なので、体験会やりながらお客様の本心を探っていくっていうのが、一つポイントになります。で、その際には、だから自分フィルターをつけないっていうことです。言われたことの見えてることを中心にどうしようかなって考えていく。ないしは言われてないけれども潜在的に望んでいるものを知りたかったら、そういう質問力を身につける。この2点が打開策として必要かなと思いましたので、ぜひ実践で活用してみていただければと思います。それでは。